それではここでシンポジウムの閉会にあたりまして安西裕一郎研究所長よりご挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。長時間に渡りまして、えー、皆さん本当にありがとうございました。まあ、時代は大きく変わる中でシンクタンクはどういう仕事をしていったらいいのか。 先ほど私がお話しした時には自分の経験を踏まえていろいろ例を申し上げたんでありますけれどもその後先生方のお話がありまして私が先に申し上げた東京財団政策研究所としてはこれからやっぱり我々がやるべき特に民間ですね 民間の力を必要とするようなあ、まあ、国民、市民、あるいは生活者の視点に立ったそういう立場の領域、それを開発していくことはできないかと、と、まあ、そういう意味で、えー、特化していくことはできないか、もちろん他のセンクタンク活躍しておられるところたくさんあるわけでありますけれども。 例えばウクライナ情勢でありますとかあるいは金融緩和の問題でありますとかいろいろ差し迫った問題はあるわけでありますけれども今申し上げたような政策のドメインこれをやはり特化していく必要があるのではないかということが第1点でございました。 いうのがこれからどういう立場でどういうい方法論でやっていけばいいのかということでございますけれどもこれまでのような霞が関これはもう超大規模シンクタンクであるまた霞が関から発注されて調査をやるそういう仕組みもできているわけであります。ただ時代のののの大きな流れれ中で霞が関のこれまでこまやり方特に 官僚また大企業あるいは大学産学館と言っていいでしょうそれの、まあ、いわゆる護送船団体制ではなかなかもうオーバーフローしてしまって時代が変わっていくそこをつかみきれない面があるのではないかと今申し上げた2つの点ですね。 分野の問題とそれから研究者研究究者方法の問題でございますこれらについてさっきお話した時には積み残しになったんでありますけれどもその後お話しいただいた先生方彼らは渋谷先生にしてもキングスカレッジロンドンで活躍されたストレートに ものを言われるこれからやはり健康医療の分野ではリーダーとしてやっていかれる方であると思いますまたちょっと順番変わって申し訳ありませんでしたけど森信先生はもともとの税制そして今は社会保障税制と社会保障の両方のまあ、いわゆる全世代社会保障の問題を ずっっとやってこられた本当の専門家であります、えー、また須藤先生は彼は日本のデジタル行政デジタル政策これを今もリードしているまあ大御者でございましてさらには沖先生は国連あるいはまあ日本国内でも水資源を中心とした、えー、まあ経済まで含めた専門家として大変よく知られた方でいらっしゃいます。 ま須藤さんは元々は経済学者ですそして今小宮山先生をはじめとするパネリストの先生方あるいは平沼さんを含めて東京財団政策研究所がいろいろお世話になっている先生方中でもリーダーの方々に登場していただきました、まあ、そういう先生方ずっと話を聞いていてちょっと最後にもう5時までということでございますけれども大事なことはおそらく 今申し上げた霞が関だけではまかないきれないそういう分野もあり方法論もあるということだと思っております分野としてこれから注力していきたいのは健康医療看護介護の問題です医療だけではございません介護看護の問題は非常に大事になっていくまあ、高齢化社会ということもありますけれどもその問題が1点それから人材育成ですね これは教育、まあ、人材育成あるいは雇用の問題社会保障にも関わりますこれが第二点であります第三点は、えー、環境資源エネルギーの問題ですねこれは今パネルもありましたけれどもこの問題はもちろん揺るがせにできない短期的にも長期的にも非常に重要な問題でございます、えー、環境エネルギーだけではなくて資源の問題あるいは食料の問題こういった問題は大事になっていくと考えられます そして4番目が科学技術とイノベーションの問題科学技術っていうのは何となくあのどっか雲の上にあるみたいで、えー、日本のやっぱりいけないとこだと思うのは文と理が分離している。 ことでなかなか文系の方々から見て理系は理系から見て文系はという話になってしまうんでありますけれども日本のこれから強みを生かしていくことができるとすればやっぱり科学技術政策というのは、えー、避けて通れないと思いますし一方でシンクタンクとして科学技術政策をやあの本格的にやっておられることころはそんなに多くはないと思っております。そして5番目が DX ですね デジタルトランンスフォーメーメションこれは先ほどありましたように必ずしも何かこう産業のデジタル化とかそういうことだけではございませんデジタルトランスフォーメーションの一番基本は社会のトランスフォーメーションということでございますで全体をあの見渡しますとまあ一言で言えば最近流行の言葉ではありますけれどもウェルビーイングっていうんでしょうか持続可能性とかウェルビーイングやっぱり我々が一人一人が 国民、市民、あるいは世界の人たち一人一人が充実した人生を送っていけるようにするにはどうしたらいいのか、まあ、大変広くて恐縮でありますけれどもそのための政策とは何かこれが霞が関だけで賄いきれるのか戦後75年余りの間霞が関が本当に大きなシンクタンクとしていや場合によっては明治維新あるいはその前からかもしれません。 霞が関が非常に大きかったわけでありますけれどもこれに対して本当に時代が変わってくる中でもって我々は何をしていくことはできるのか東京財団政策研究所はやはりそこをターゲットにしてこれからやっていきたいなというふうに思っている次第でございます今日は本当に長時間ありがとうございました、まあ、まだ出発点でございます、えー、今日お話があった方々もまだ半年でございまして これからまたこういうのミーティングもカンファレンスも開ければと思っておりますし、えー、今日おいでいただいた方々あるいはお聞きいただいている主張していただいている方々、まあ、コロナの中で、えーまあ、コロナがまた感染状況が強くなってきてはおりますけれどもどうぞ夏にかけてご健康にぜひお気をつけていただいてそして東京財団政策研究所これからまた新たな ご指導、ご支援、ご鞭撻をお願いを申し上げます。これで、えー、閉会とさせていただきますけれども、改めて皆様のご活躍、ご多幸をお祈り申し上げます。ありがとうございました。安財研究所長、ありがとうございました。これをもちまして、東京財団政策研究所、政策提言シンポジウム、 政策研究と実践のイノベーションに向けてを終了とさせていただきます最後になりますが皆様アンケートへのご協力をお願いいたしますなお本日の模様は後日東京財団政策研究所のウェブサイトにてご覧いただけますまたぜひご覧くださいそれでは本日はお忙しい中ご来場またご視聴いただきまして誠にありがとうございました